パウダーパフの犬、チャイニーズ、クレステッドドッグとは、南米もしくは、アフリカ原産と言われている、ヘアレス犬種である。世界で、最も人気のある、ヘアレス犬種である。チャイニーズクレストとは、昔の中国の男性の髪型である弁髪のことで、あり、飾り毛がそれに似ていることから名付けられた。中国では、縦髪や足先の毛の生え方などが、 伝説上の霊獣であるキリンに似ていることから、キリンクという変わった別名も持っている。なお、チャイニーズヘアレスドッグは、これとは近縁の別の絶滅犬種である。それは、紐が完全にないが、クレステッドは、局所的に紐が生えている。老い立ちは近年まで、明確には分かっておらず様々な仮説が憶測されていたが、近年の DNA 検査によって、 ペルー原産の古代ヘアレス犬種であるペルービアンヘアレスドッグとは血統的な関わりがないことが判明しペルー起源説は否定されたその代わりに有力視されたのはアフリカ起源説でクレステッドの DNA は今後共和国原産のバセンジーに最も近かったしかしバセンジーはスムースコートを常時持っている有毛の犬種であったためバセンジーではなく それと禁煙のヘアレス犬種、アフリカン、サンドドッグがクレステッドの先祖であると考えられている。このアフリカンサンドドッグが中国に輸出され、中国の愛岩犬と交配されて出来上がった。身分の高い人の愛岩犬として飼育され、不思議な頭の毛を満州人の弁髪に例えて、現在の犬種名で呼ばれるようになった。変わった容姿をしているため、 海外にも多く輸出されたが、そのおかげで、絶滅の危機を逃れることができた。第二次世界大戦中に、中国政府が国内で飼育されている飼い犬を犬種を、問わずすべて撲殺するという非常に残酷な命令を、下したため、多くの犬種とともに、中国国内のものはほぼ絶滅してしまった。しかし、他の国々に渡っていた個体や、 当時イギリスの植民地であった香港、マカオで飼育されていた個体を戦後命令が解かれてから取り寄せてブリーディングを行い、異種交配を行うことなく頭数を回復することができた。現在では世界中のヘアレス犬種の中では最も人気の高い犬種となり世界中でペットやショードッグとして飼育されている。日本でもペットとしてやや多く飼育されていて 2009年の国内登録党数順位は136位中35位と高い。毎年安定した人気を誇っているものの、日本ではあまり見かけない犬種である。これにはいくらか理由があり、一つは毎年もしくは数年に一度ポツポツと登録される陳犬種が多いため、少数でも毎年安定した人気を保って登録をできれば、 年間登録等数順位を高順位に位置させることができるためで、もう一つは特定犬種の国内登録等数が非常に多いため、多く飼育されていてもその影に隠れて目立たないためで、あると言われている。ヘアレス犬種のため、養子はヘアレスタイプのものとパウダーパフタイプの2タイプが存在する。ヘアレスタイプの犬は頭の頂点にまるで人間の髪の毛が生えているかのような、 不思議なたてがみがある。大きい立ち耳にもパピヨンの耳に似た飾り毛が生えていて、足先等にも短めの飾り毛が生えている。しかし、これらの場所以外には全く毛がなく、温かく滑らかな肌が露出している。肌の色は同色で、所々にピンクのブッチがある個体もいる。スラリとした体型で足が長い。コートの手入れの必要はないが、 その代わりに肌の手入れが必要で保湿クリームを塗って肌を保護する必要がある。また寒さに弱いので冬の散歩時には洋服の着用が不可欠である。パウダーパフタイプの犬は全身が絹のようにしなやかで細いロングコートに覆われている。このコートは定期的な手入れやトリミングを必要とする。毛色は指定がないが小タイプのものは ホワイト一式化、ホワイト地に夕食の模様があるものが使われる。なお、大きい立ち耳でサーベル型のタレをスラリとした体型で足が長いという点はヘアレスのものと同じである。両タイプともにスタンダードは同じで、体高28から33センチメートル、体重5.5キログラム以下の小型犬で、性格はやや内向的でマイペースである。ただし、 子犬の頃から他の犬と接させることにより内向性を改善することが可能である。同様に人とも多く接させることによって有効的な性格にすることもできる。毛がロングか局所的なヘアレスかの違いで全く外見が異なっており別の犬種に見られてしまうことも少なくはない。しかしこのヘアレスタイプの犬とパウダーパフタイプの犬を別の 犬種として扱うことはできない。その理由は交配の際に必ずこの2タイプの犬を交配させる必要があるからで、ヘアレスタイプのものは遺伝的に通常の他犬種よりも歯が数本足りず、ヘアレス同士のものを交配させると、流産や早産の危険性も高まることから、遺伝的に健全なパウダーバフタイプの犬と掛け合わせて、犬質の安定を行う必要があるからである。 ちなみに、パウダーパフタイプの者同士を交配させても、遺伝的な問題は起こらない。なお、同じタイプの両親を掛け合わせて生まれた一服の子犬のうち、数頭は、親と違うタイプの子犬が生まれるのが普通である。ちなみに、このことは、他のヘアレス犬種も同じである。ありがとうございます。